ロータスエリート、エリート、エリートは、イギリスの自動車メーカー、ロータスが製造、販売していた、スポーツカーである。初代が1957年から1963年まで、二代目が1974年から1982年まで、製造されたが、両者に直接的なつながりはない。初代の開発コードネームは、ロータス14。 オール FRP 製のモノコックボディを持つロータス初の GT カーとして1957年のロンドンショーにデビューした。創業者コーリン・チャップマンの友人で会計士を本業とするピーター・カーワン・テイラー、ピーター・キリワン・テイラーの原案をデハビランドやクラフトに勤務するフランク・コスティン。フランク・コスティンが仕上げた CD10.29 の空力的で美しい スタイリング、軽量なボディと高出力のコベントリークライマックス、フーウェイエンジンによる高い動力性能、ロータスならではの卓越した操縦性で、セブンと共にロータスのスポーツカーメーカーとしての地位を不動のものにした。レースにおいてもルマン24時間レースで6回のクラス優勝を遂げると大活躍した。この車の優れた操縦性の一端は、当時の このクラスでは珍しい四輪独立サスペンションを備えていた点にあるが、リアは後輪チャップマン公安のチャップマンストラットが採用されていい。これは気候学上のロアアームの働きを駆動シャフトが兼用しているサスペンションであり、ジャガー E タイプやロータスヨーロッパと駆動シャフトをアッパリンクとして兼用しているサスンションとは一線を画する。チャップマンストラットでは、 ロールセンター高さの決定に駆動シャフトの位置が支配的であり、ロールセンターは当時流行の後輪独立サスペンションスイングアクスルリも低く、一方当時最先端のサスペンション、マクファーソンストラットよりは高い位置に発現する。適正な高さのロールセンターはバネやスタビライザに頼らず適正なロール合成を発生し、 そのためリアのスタビライザの省略やソフトなバネの採用が可能となり、結果、スイングアクスルで見られるジャッキングアップ現象による操縦性の急変なしに高いロードホールディングとトラックシーンを実現した。またチャップマンストラットでは、ストラット部の曲げ剛性で駆動、制動反力とキャンバ格納ロケーションを受け持っており、実際のリンクは前方からハブを掴んで、 タイヤの全方向と走打方向を同時に、高速している A 型リンク1本だけで成立している。ダブルウィッシュボーンに匹敵する独立サスペンションとしては、部品点数が極端に少なく非常に軽量な点も、このサスペンションのメリットである。かように優れた機能を持つチャップマンストラットであるが、タイヤがハイグリップかエンジンが高トルク化されていくと、 ロールセンターの設計自由度の低さや十分な剛性が確保しがたい点などが明確化し、次世代のエランではマクファーソンストラットにとって変わられた。ロードカーでのチャップマンストラットの採用はこのエリートのみである。また気候学的特徴とは関係ないが、ハブベアリングのグリスがアップライト内部に流出して失われる頻繁なメンテナンスを怠ると、 A 型タリックが脱落するなどの季節で乱暴な機械設計もチャップマンストラットの評判を落とした原因となった。設計、製造上の問題はサスペンションに限らずこの車の障害について回った。初期の生産上の問題からブリストル飛行機に外注された FRP モノコックボディの生産性の低さ、構造上不可避であった子守音。 不ェエンジンの過大なオイル消費、常にガムテープと針金を積んでおくべきだと評された、低い工作水準などから、生産台数は伸び悩み、初代エランに道を譲り、累計生産台数998台をもって1963年に短い障害を終えた。現存者は、今でも、理想のスポーツカーの一台として、高値で売買されている。日本には、当時の代理店、 不要貿易の手で数台輸入された。当時のオーナーの中には、ホンダ総一郎、ヒロトシフ氏も含まれていた。この車は、ホンダの実験者としても用いられ、ホンダ S600 のダッシュボードデザインには、エリートの影響がうかがわれる。1980年代以降は、中古並行輸入でも相当数が上陸している。 1974年にデビューしたエランプラス 2.130S に代わるロータス初のフル4シーターモデル、コードネームロータス75及び82に、11年ぶりにエリートの名が復活した。二代目エリートは、前世ヒーレヤ1975年デビューの、エスプリと共通のボックスホール製エンジンをベースとするタイプ907エンジン、1973。 CCD チェシー直列4気筒をフロントに積み、エランやヨーロッパ同様、後半バックボーンフレームに FRP 製のボディを仮装したものであった。ロータスとしては初めて、パワーステアリング、エアコンがオプションで選択でき、1976年にはオートマチック車も追加されるなど、従来のピュアなスポーツカーとは全く異なる高級サルーン志向のモデルであった。 直線を基調としたスタイリングは、社内デザイナー、オリバー・ウィンター・ボトムによるものである。リアシートは、エランプラスに同様巨大なセンターバックボーンが邪魔だが、意外にも大人が着座できる、実用性があった。外観は、英国独特の高級スポーツカーの一車型である、シューティングブレーク風だが、リアシートバック直後にリアウィンドウがあり、過失は、車室内と完全に分離されている。 つまり構造上はガラスハッチを持つにドアセダンとなる。FRPE ボディは部分的に二重にされ、間に発泡剤が充填され高い衝突安全性を有した。この件で先進的安全性を持つ車に与えられる英国のドンセーフティトロフィーが授与された。1975年にはボディ後部をファストバックにしたエクラが発売される。1980年には シリーズ2.2となり、エンジン排気量は 2174cc にアップされ、エクステリアも変更が加えられた。1982年に生産を終了した。ロータスのスーパーカー、高級サルーンへの転身の動きはあまりにも強すぎる、軽量小型スポーツカーとしてのブランドイメージによって、多くのロータスファンに戸惑いと共に迎えられることとなった、緊急用ながら、 リアシートを有し、ビジネスにも十分使える高級スポーツカー、ポルシェ911の商業的成功に対し、ロータスを含む他のスポーツカー、スーパーカーメーカーが追従しないわけにいかなかったという、当時の事情もあった70年代初期、フェラーリやランボルギーニ、マセラティさえにプラス2のスーパーカーを開発した。これらの車種が大成功を収めることはなかったが、特にエリートの場合は、 英国自動車業界の大規模ストライキに橋を発した製造品質の極端な低下が起こっていた時代の製品でもあり何もせずとも内装が勝手に脱落していくという状態では実用に使えるフル4シーターのスポーツカーという商品の魅力以前に会社全体の評判を落とす結果となった日本にも当時のディーラーアトランテック商事によって輸入されたが売れ行きはかんばしくなかった模様である 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。